父さんがラジコンを始めて1ヶ月。いい感じにマシンが仕上がってきました。安いパーツを探し、やりくりしながらやってきたラジコン。お父さんは今まで一体いくら使ったんでしょうか。お父さんが目指している大会はタミヤ RC カーグランプリのタミグラフレッシュというクラス。そのレギュレーションの中で改造を進めていきます。もともとたくさんのグレードアップパーツがついていたこの TT02 タイプ SR。 そのためマシンのパーツの購入は後回しにすることができ、プロポや ESC、 バッテリーなどラジコンのパーツの中でも高額で比較的長く使えるものにお金を使うことができました。そしてお父さんが1ヶ月でラジコンに使った金額がこちら。マシンを最初に買った時とプロポの金額が高くなっていますが、お父さんにしては上手に買い物ができたように思います。そして合計金額が87,445円になりました。プロポや ESC、 バッテリーなどパーツの中でも高額で基本的な部分は揃ったので、これからマシンが増えなければそんなにお金使わないんじゃない？とお父さんは言っていました。は？マシンが増えるとか聞いてないんですけど。そんなにラジコンって増えていくものなんでしょうか？とある日曜日、サイクリングをしていたら、かもしんない。レースをしていました。いつかお店のレースにも出てみたい。お父さんの横顔がそう言ってるように見えました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。